日清関係史、日清関係史、日清関係史、日清関係史は、日本とスペインの関係についての歴史を指す。なお、1581年から1640年まで、スペイン王がポルトガル王を兼ねており、ポルガルの歴史参照、初期の日本との関係においては重複する。この間の資料はもっぱら対外関係をポルトガルとすることが多いが、本稿では、 その時期も含めて記述する。日本とスペインの関係には460年の交流の歴史があり、伝統的に良好な関係である。西回りで太平洋に進出、マニラガレオンを開拓し、フィリピンを植民地としたスペイン及びスペイン人は、東回りでマカオにまで進出したポルトガル及びポルトガル人と並んで、16世紀半ば、 戦国時代に日本人が初めて接触したヨーロッパの国、ヨーロッパ人であった。1549年にはフランシスコ・ザビエルが到来。その後17世紀前半、江戸初期にかけて、キリスト教の布教、キリシタンと南蛮貿易を通じて、日本とスペインの間には盛んな往来が見られ、またい食住を含む当時の日本の文化や、 世界観にも影響を与え難蛮文化を生む。この間、1584年には、天正剣王子節団が、フェリペ2世に、1615年、ハセクラ・ツネナガが、フェリペ3世に越見している。キリシタン近郊の強化と鎖国体制の完成によって、これらの関係は途絶する。明治初年、1868年の、修行通商公開条約で日本とスペインは、 国交を回復するが、明治以降の日本とスペインは、スペイン内戦から第二次世界大戦にかけての一時期を除き、政治、外交上の懸案も少ない代わりに、関係や関心も希薄という状況が続き、現在に至っている。なお、1895年に台湾が日本領となってからは、米西戦争の結果スペインが1899年に、 フィリピンを生まれのわずかな期間、ルソン海峡を挟んで、日本とスペインは一種の隣国であったことがある。近現代の日本とスペインの関係は、むしろ文化、芸術、スポーツ面の関心や影響、往来が主である。16世紀の日本とスペインの間には、国家間関係が本格化する以前から人の往来が見られた。16世紀半ばに、コア、マラッカ、マカオ等に、 ポルトガルが拠点を築き、同国の保護下にイエズス会のアジア布教が本格化する中で、同時期に東、東南アジアの各地を行き来していた日本人とイエズス会の布教活動に参加していたスペイン人宣教師が接触する機会が自たのである。この時期、日本国外でスペイン人と出会った日本人のうち最も重要な人物は自身キリスト教の洗礼を受け、 1549年のフランシスコ・ザビエル、ナバラ王国出身一行の来日を適したヤジローである。ザビエルの日本来行に随行したイエズスカイ氏はコスメデトーレス神父がバレンシア、フアン・フェルナンデス修道士はコルドバの出身であり、日本へのキリスト教伝来という出来事はまたスペイン人の日本への来行を記す出来事でもあった。ザビエルは1551年に 日本を離れるが、フェルナンデスは1567年に、ヒラドで、トーレスは1570年に、天草の四季、熊本県冷北町で没死している。ザビエルの離日に同行した、薩摩出身の先例名ベルナルドという青年は、ポルトガルからローマに向かう途中スペインに各地に、立ち寄っている。彼はポルトガルに戻った後、1557年頃、コインブラで死去した。また、 ポルトガルイエズス会と密接な関係にある天照圏王施設の一行は、その後スペインから独立したポルトガルから陸路スペインに入って各地を訪問。1584年11月にはマドリードでフェリペ2世に越見している。1609年、慶長14年には前フィリピン総督ドン・ロドリゴが、ヌエバ・エスパーニャ、現在のメキシコへの帰任に再始会なんで、 カズサ国威は和田村、元言塾長に漂着し、1611年、慶長16年には、セバスティアン・ビスカイノが、東霊主として来日した。田中翔介等の施設団は、ドン・ロドリゴの帰郷に同戦し、ヌエバ・エスパーニャを訪問、セバスティアン・ビスカイノに同行し帰国した。1613年、慶長18年に、セバスティアン・ビスカイノの協力で、 サンフアンバーティスタ号を建造した仙台藩が、ルイス・ソテロやハセクラ・ツネながらの、慶長圏王施節団を、ヌエバ・エスパーニャ経由で、ペインに派遣し、ツネ朝頭は1615年1月に、マドリードで、フェリペ3世に、同年11月にはバチカンで、ローマ教皇パウルス5世に越見する。しかし、その後エド幕府は、 キリスト教の近況政策を強化し、1624年、官営元年には、スペイン戦の来航を禁止するに至った。1868年、明治元年、日清修好通商公開条約が結ばれ、日本とスペインの国交が樹立される。1895年、明治28年8月、国境確定に移籍する日清両国宣言が東京で調印された。 この宣言は、両国の所領権を明確にするため、台湾、日本領とフィリピン、スペイン領の間のバシー海峡を、両国の境界線と定めた。1936年のスペイン内戦勃発後、フランシスコ・フランコ政権は日本に承認を求めて来たが、日本はしばらく要求を無視していた。一方で在日本のスペイン外交官はフランコ派支を表明したため、 スペイン共和国政府が新任の講師を派遣した。日本はこの講師の新任状は受理したものの、アグレマン、スペイン公使官の引き渡しは拒否した。日本は、反共、反ソビエト連邦を唱えるフランコ派にシンパシーを持ち、非公式な接触を続けていた。同年、日本と同様に、親フランコ派であったドイツは、防共協定を締結したが、この際には、 ドイツの中スペイン大使がフランコ派の防空協定加入を進言し、ドイツ外務省に却下されたこともあった。1937年11月には、防空協定にイタリアも参加し、独異両国はフランコ派承認を日本に求めた12月1日、日本はフランコ派を承認し、スペイン共和国との外交関係を断絶した。フランコ派のスペイン政府は直ちに満州国を承認し、 日本の外交的孤立を緩和した。一方で、共和国政府側の国際旅団には、ジャック・シライという日本人が参している。1939年になると、日独遺三国は、防共協定への加入をフランコ派に求めるようになった。フランコは当初抵抗していたものの、3月にスペインは、防共協定に正式加盟した。フランコは、この加盟を秘密にして、 立場を守ろうとしたが、おそらくドイツからのリークによって世界に公表された。1939年10月のドイツによるポーランド侵攻は同じカトリック国であり、反ソ連の同志であると考えていたスペインに衝撃を与えた。1940年6月10日にスペインは中立を放棄して非公戦を宣言し、事実上の純数軸国となった。ドイツは 英領ジブラルタル攻撃のためにスペインの協力を望み、イタリアは日独位三国同盟へのスペイン加入も提案していた。フランコはアフリカの植民地とジブラルタルの獲得を望んだが、ドイツとイタリアにとってその要求は課題と移った。1940年10月23日にアンダイエデヒトラーとフランコの会談が行われ、 フランコは同盟加入と参戦を約束したものの、時期については明言しなかった。これらスペインの数軸国加入への動きに日本は全く関与しておらず、知らされてもいなかった。日本の真珠湾攻撃成功は、スペイン国の新聞で熱狂的に受け止められ、外相は祝電を送った。この親数軸的動きは、アメリカの不況を買い、スペインとの経済交渉が中断され、 事実上石油供給を断たれた。スペインはアメリカにおける日本の利益代表国となったが、1940年以降、セラーの外相はアメリカに情報網を巡らせ、ドイツに益する情報をアプベア、国防軍情局に伝達していた。真珠湾攻撃後は日本に益する情報も収集されるようになり、東機関と呼ばれる組織を通じて日本に渡された。一方で、 スペインの旧植民地でありスペイン人が多数居住していたフィリピンをめぐって若干の問題が発生した。特に日本の占領当局が英語とスペイン語の使用を禁止したことはスペイン関連機関の反発を招いた。日本は当初この要求を無視したがスペイン側は情報提供の中断をほのめかすなど強硬な態度をとった。またカトリックの多い フィリピン人やスペイン人への日本兵の不法行為が問題となり、スペイン政府はスペイン人の本国総監を要請したが、日本側は拒否している。戦局が数軸国不利となった1942年以降、両国の関係は表面的には変わらなかったが、フランコはセラーノを解任し、ドイツと連合国の和平仲介の動きに出るようになった。一方で、 日本の参謀本部も1943年3月に大ソ攻撃を中断して北アフリカとジブラルタル制圧を前提としたスペイン侵攻をドイツに提案したが拒否されている。この後スペインは因紀ながらも日本の要求を回避し徐々に距離を取るようになった。連合国も資源金融などでスペインに圧力をかけるなどして長方網の壊滅に動き、 1944年7月には東機関による情報収集も終了した。1945年1月のマニラの戦いではスペイン人200人以上が死亡し、旧市街と領事館も破壊された。スペインでは激しい反日機運が盛り上がり、日本に対する義勇軍の結成や対日戦線復刻すら検討された。スペインはこの件で 天文学的数字と評される賠償を日本に要求し、日本側はスペイン側に国交断絶を望んでいると判断した。4月12日、日本のスマヤキチロ郎スペイン大使は国交断絶の覚書を受領し、両国外交交官の伝信事務は中断された。ただし、スペインと満州国及び王朝明政権の国交は維持された。1952年、 日本とスペインは国交を回復した。1五十七年には、スペインのある主の請求権に関する問題の解決に関する、日本国政府とスペイン政府との間の取り決めを締結し、日本は五百五十万ドルの保証を行った。日本の皇室とスペイン王室との間には緊密な交流があり、日本の近所天皇は四回、ナルヒト神皇は5回法にしし、 また、スペインの国王フアンカルロス1世、ソフィア王妃夫妻は7回、国王フェリペ6世は、王太子時代に3回訪日している。首脳間の往来では、1987年に、中曽根康弘首相、2003年に、小泉純一郎首相が法日西し、フェリペ・ゴンサレス首相が1985年と1991年、 ホセマリア・アスナール首相が1997年、ホセルイス・ロドリゲス・サパテロ首相が2010年9月に訪日している。また2007年に、麻生太郎外務大臣、2009年に、三田来藤尾経団連会長等が訪日している。2010年9月には、サパテロ首相に随行して、モラティノス外相他が訪日している。2010年時点で、スペインの輸出先は、 フランス、ドイツ、ポルトガル、イタリア、イギリス、アメリカ、オランダと、ほぼ欧米諸国が占める。輸入相手としては、上位順に、ドイツ、フランス、中国、イタリア、イギリス、オランダ、アメリカ、ポルトガルであり、日本との関係は薄い。なお、貿易関係は2005年に、日本からスペインへの輸出額は5612億円。 あったのに対して2010年には2791億円と半減している。日本からの輸出品目は自動車及び部品、原動機、二輪自動車などで、スペインからの輸入主要品目は有機化学品、医療用品、バッグや靴などファッション関連である。アジアとの関係では、スペインのアジア太陽州地域におけるプレゼンスの拡大を目的とした。 アジア太陽州プラン2005年から2008年アジア太陽州プラン2008年から2012年を発表し2010年8月のサパテロ首相の法中や2010年11月の習近平中国国家副主席2011年1月の李克強中国副首相の法日に見られるように中国との経済関係強化も目指している同様に 日本にもサパテロ首相は訪れ東アジア諸国との関係強化を目指している。日本からの進出企業は225社であり、スペイン企業の日本進出は36社である2010年。1945から1953年はスペインから日本への中札なし。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。